どうも皆さんこんにちは、フォーです。今日もですね、道路パトロールカーでカオスな交通整理やっていきたいなと思います。で、早速ですね、とんでもないことが発生しちゃいました。あの FIB が作ってる UFO がですね、高速道路に墜落するというね、とんでもないね、大事故ですね。急いでそちらの方に向かいたいと思います。うわー、すでにもう、うわー、でかいでかい、落ちてる落ちてる落ちてるUFO 落ちてるわ、本当にど真ん中に落ちたねあー、これ宇宙人の襲来じゃなくてね、 FIB が作ったね、秘密兵器なんですけどしょっちゅう落ちるんですよね、こんな感じで。もう道端にね、すげー墜落しちゃってるよ、本当に。あー、これだいぶ復旧まですごく時間かかりそうだ。皆さんどうか引き返してください。もうここはね、もう通行止めですね、完全に通行止めですね。ごめんなさい、引き返してくださいあー、これは大変だ。とんでもないことになってしまったねめっちゃ大暴れしてる。あー、あー、突破してます。どこ行こうとしてるの、いけないよ。あー、もう、あー、とんでもないな、警察官いた。うわー、やばいちょっと銃撃戦になってちゃう。うわうわうわ、やばいちょっとカオスすぎるな。うわ、何やってんの何やってんの、めっちゃ爆発してるよ、マジか。とんでもないな。それにしてもなんか警視庁とんでもない武器持ってるな。アサルトライフルで武装してますね。あー、ちょっと待って、皆さん止まってください。あー、行ったらダメ行ったらダメ、トラック運転手さん行ったらダメだって。はい、止まってください止まってください。あー、もう結局ね、もう、うわー、トラックまで爆発しちゃったよあー、これ本当にね、大変なことになってしまいましたではちょっと向こう側どうなってるかね、見てみましょうか。よいしょ、行ってみよう。おー、こちらでもちゃんと封鎖してくれてますね。あ、下の方も封鎖してるな、なんか。あー、崖が下まで土砂崩れみたいになってますね。下まで崖崩れになってるね。いやー、これはこれはちょっと復旧に何ヶ月もかかりそうな感じです。そうだ、ここで U ターンしてもらったらいいんですね、皆さんにはね。ドライバーの皆さんはここで U ターンしてもらうというね、引き返してもらいましょう。皆さん、ここは通行止めです、通行止めです、ごめんなさい、U ターンしてください。おー、いいね。もう破壊していこうとしてるよ、もうちょっとやめてよもうロスサントスの皆さんにはね、もうこれが伝わらないといつも通りのことなんですけどね。今度はですね、サンディショアーズの方なんですけれども、旅客機が墜落したとのことですね。早速向かいたいと思います。おー、いますねいますね。あー、もう大変なことになってるな、これ。うわ、でかっ、めちゃめちゃでかい旅客機が墜落してますね。もうここはでも完全に封鎖ですね、完全に封鎖しておかないとダメですね。ちょっとね、バックしよう。ここら辺からバックして、止まってくださいね、止まってくださいね。さあ、いいねいいね。ではどんな感じに現場がなってるかちょっと見ていきましょうかね。うわー、もう火ついてるよ、ここにちょっと消防隊員さん、消防隊員さん、あー、ここも燃えてる。あ、こんな感じで滑走して、ここにね、不時着してきたんですね。めっちゃ燃えてるな。すごい炎だ。あー、地面がえぐれちゃってるんだね、これは。でもなんかうまいこと言ったね、ここに。うまいことゴールインしてるよ。翼は折れてないようですね。結構は、うわ!めちゃめちゃ、なんということだ!マジか!すごい、これは悲惨だ。大量の遺体がありますね。これはちょっと見ないでおこう。ナムアミダブスって感じです。おぉ、車まで巻き込まれてる。ということで、いや、本当に立派な旅客機ですね。これが墜落したみたいですね。ちょっと原因はわかる。うわぁ、こんなとこに転がってるよ、首が。すごいことになってしまいましたね。さあ、ここはもうちゃんとね、綺麗にね、なんかね、バリアがついてますね。これは安心ですね。うわー、ここにも、ここにも遺体があるよ。と
とんでもないことになってしまいましたね。ちょっとね、この車移動させましょうかね。道路パトロールカーのね、もうここは完全にね、立ち入り禁止ということで。ちゃんとね、道路パトロールに従ってくれてますね。サンディショアーズの人たちはなんていいんだ。もうすごいかっこいいですね、3台並んでたらね。うお、何やってんの。おえ、大丈夫か。突っ込んできたね。うわ、なんでなんで、撃たれた撃たれた。なんか僕に向かって撃ってくる。あ、警察官が殺してくれましたね。 OK、 びっくりした、なんで。めっちゃ八つ当たりされたんですけど。うわー、押しのけていってる。何をしてるんだ貴様、何をしてるんだお前。とんでもないですね。ああ、引かれる引かれる引かれる、やめてやめてやめて、助けて助けて助けて、うお。褒めた途端こうなっちゃうっていうね、とんでもないよね。あー、殴ってこようとしてます。警察官助けてください。殴られてます。 OK、 やってくれるかな。おー、撃ってる撃ってる撃ってる。撃ってるな、恐ろしいな本当に。運転手死亡ですね。ああ、そこ燃える燃える燃える、燃えてしまうよ車、火が映るよ。何やってるの何やってるの、危なすぎるな本当に。おー、救急車が来てくれました。ちょっと。このオンボロ車が結構ね来ますね、体当たりしてくる。すごい、なんかオンボロ車が大量に並んでる。うお、なんか殴られた。救急隊に殴られたんですけど。わあ、やめて。意味がわからない僕には。どういうことだ本当に。すごいなんかカオスだね本当に、こっちはこっちで。うわ、こんなとこにテントがあるよ。ちょっとちょっと危ないよここ、なんかすごい火ついてるよ。なんだこれ、ホームレスかな。火災発生しちゃうよこんなとこで、大変だね。あー、こちらもなんだこれ、すげえことだ。さっきこんなことなってたっけ。どうやって君入り込んだんだそれ、うますぎるな。おお、今度はヘリコプターが墜落してます。まだ黒煙が上がってますね。おお、結構野じ馬が来てるな、これ早めに行かないとね。ちょっとどいてくださいね。おお、めっちゃ並んでるな車が。結構渋滞してますね、これは大変そうだ。こんな感じでちょっとね、この空いてる空間を縫っていきましょう。空いてる空間に入っていこう。ギリギリですけど。うわー、すごい量だ。はい、到着しました、なんとか。よし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 、ここで止まっておきましょうかね。あれ、なんか電光掲示板が消えてますね。これは故障してしまったのか、どうしたんだ、大丈夫か。まあ、ここに車を置いとこう。おお、めっちゃ写真写してるね、すごい写してる。あ、検視官来てますね。相変わらず首が動きすぎだよね、どうなってんだ君の首は。あ、テレビカメラいますね。まあ、ちょっと一回現場どんな感じか見ていきましょうか。これバイオハザードだね本当に。あー、すごい野獣馬の数がすごい、こんだけの野獣馬食ってるの久々に見たの。おお、めちゃめちゃ来てるな。あ、なんかおかしいと思った、この車がなんか突っ込んじゃしまってるんだよね。なのでこっちもこっち側にやりましょう。あ、もうこれ運転手がいなくなってるわ、消しとこう。さあ、難しいですかね。さあ、行ってください行ってください。そっちじゃないです、どっち向いて運転してるんですかあなたは。これは多分自動車学校より簡単だと思いますよ。ちょっと左にハンドルを切ってね、まっすぐ行ってもらえればいいと思うんですけど。ロスサントス教習所ないのかこれ。あら、どうやって。めちゃめちゃ下手くそだね本当に、ロスサントスの市民は。いや、だからなんでそっち右側に曲がろうとしてんだろう。あ、これね、左に行かないとダメな場所だから、右に行ってまっすぐ行きたいってなってるんだね、そういうこと。でも今回この矢印無視しても大丈夫だから、今回はこの矢印無視していってください。おお、
ちゃんとまっすぐ行ってくれましたね。ついに恐れてた事態が発生してしまった。ああもうこうなったらもう無理だね。完全封鎖になってしまいますね。今度はですね、飛行機がねビルに突っ込んだみたいですね。これはとんでもないぞ。うわー見て見て、めっちゃ大渋滞起こしてるわ。すごい渋滞だ。なんということだ。大丈夫か、なんかみんな車から降りてるね。何をしてるんだ。あー渋滞がひどすぎてもうやってらんねえぜみたいな感じなんですかね。え、めっちゃかっこいい車ある。何これ。すごいかっこいい車があるぞ。なんか、何このおしゃれな車並んでる。残念ながらですね、ちょっとね、ドライブはできなくなりましたね。あー、すごい大変なことになってる。どこに飛行機突っ込んでるの。うお、誰か上から降りてきた。すげえ。これはちょっとびっくりしたな。あの、UFO より僕びっくりしてるんですけどね、今。これはとんでもないことになってますね。あ、誰か引かれてるんか。大丈夫か。大丈夫ですか。ギャングの方ですかね。お、これはどうなってるんだ。ちょっとここに救急車1台お願いします。とんでもないことになってしまいましたね。うわー、信号機もぶっ壊れてます。とんでもないことになってしまいましたね。どうやらですね、アメリカ軍の飛行機がですね、墜落したみたいです。ただ、うまいこと形を保ってますね。バラバラにならず、うまいことね、ブスって刺さってるね。ああ、もう瓦礫でもうこんな感じになってしまいました。まだ火はついてるようですね。あ、ここにも倒れてる方いますね。ちょっとあの方をね、こちらまで運んできましょう。うわ、すごい格好してる。何これ。なんだその格好、すげえな。あ、起きてる。あ、生きてますね。あ、大丈夫。この人すげえ。さて、おお、パトカーめっちゃ到着してるね。すごいよすごいよ。お、なんかやってる、なんかやってる。何やってるんだ。おお、フランクリンとマイケルとトレバーですね。マイケル何やってんの。なんかよくわからない人が入ってきてるんですけどね。さて、ここら辺もちゃんとね、今回の場所はね、ちゃんと保護されてますからね。うわーすげえ。めっちゃこのシーンすごいわ。普通になんか ATM でお金下ろしてるんですけどね。ここは入っていいの。おお、めっちゃ高そうな車が置いてあるね。さあ皆さん、ちょっとねごめんなさいね、ここが立ち入り禁止になりました。でもここの人たちはね、ちゃんとね、交通ルールとか守ってますね。誰もね、突っ込んでこないですね。いいね。でも、もし、この発煙筒をここに置いてしまったらどうなるんでしょうか。すごく楽しみなところがあります。おー、やってくれましたね。早速。突っ込んできたね。面白いね。本当に不思議だよね、これ。パトカーがカーチェイスしてる。あー、ごめん、間違えた。おお、間違えた。おお、突っ込んでこようとしてるぞ。やめとけ、突っ込んできた。だけどこのバリア強いね。木のバリアとは比べ物にならない。うわー、人引いた。なんということだ。うおー、とんでもないことになってる。ちょっと待って待って待って。なんか急に爆発したんだけど、僕何もやってないよ、本当に。まずいな。すげえことになる。うわ、どんどん爆発してる。え、僕知らないよこれ。何があったんだこれ。ちょっと待って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 。あー、大変なことになってしまいましたね。さらに、おーおーおお、すごい爆発してる。全員退避してください、全員退避してください。また爆発しそうだ。まずい。逃げろ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 。もう連鎖的に爆発してるよ。マジかよ。今回の現場では特にこれ以上何も起こらなさそうですね。もうあえて RPG7 とか打ち込まない限りね。ということで、チャンネル登録とね、高評価の方よろしくお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。